ですね、365日カレーを食べるという、これチキンカレーですね。チキンカレーのことをティッカマサラっていう、イギリスじゃないですかね、イギリスでそういうのかな。で、当然植民地の関係で、カレーがインドに、インドのカレーがイギリスに入っていったという。はい、以上です。